ですか今のは。いや今始まったね、怖いから、そのいきなり再生した時無言でこんなのする動画。はい、ワイズキッチンをご覧の皆様、はい、こんにちは、はい、ニューヨークの嶋佐です。はい、屋敷です。よろしくお願いします。じゃあ、始まりました、はい。今回ですね、うん、今回もですね、はい、っていうか皆さんに投稿してもらいたいレシピをですね、はい、まあ、我々が実際作ってみようという。あ、なるほどなるほど。今回の一個レシピ、うん、はい、あ、まあ、今回もですね、いいですよ、もうレシピは年を毎回気にしなくて、はい、ニックネーム、はい、キャピネコさんから投稿いただいた、キャピネコさん、キャベツのバリバリサラダでございます。ありがとうございます。キャピネコさん、ありがとうございます。いや、作っていきましょう。はい、うん、本当に作れるんですか、あなた。いやー、正直怖いね。あ、どういうことですか、それは。やっぱその1分っていう、そうね、1分のやっぱり短さを知ってるから。うん、うん、変な話、うん、1分なんて歯も磨けないわけじゃん。ああ、まあちゃんとはね、うん、その1分の間に1つ料理を作る、これとんでもない。確かに、とんでもない衝撃動画あれ。ワイズキッチンで、いや、もうこんなハードル下げた人おらんから、今まで。大丈夫よ、大丈夫だ、ね、大丈夫、大丈夫。準備ですか、中継してください。ちょっと待って、はい、あ、オッケー、はい、本当に行きます。じゃあもう、行きますよ、はい、マジで僕でも簡単に作っちゃいます。いいですね、じゃあ行きます。はい、用意スタート。はい、はい、行きましょう。こちらポン酢、はい、入れます。はい、ポン酢入れました。マヨネーズ、マヨネーズこちらも入れます。はい、あ、いいよ、はい、いいよ、敵は。そして、はい、塩コショウ、はい、塩コショウ、うん、適量ね、適量、はいはいはい、ね、これを混ぜます。はい、はい、で、こちらにキャベツミックスサラダ、はい、これを屋敷さん、はい、これあえてください。あ、なるほど、はい、これあえて、その間次の工程、はい、こうベビースターをこう砕いてね、これをあとサラダをつけますから。はい、これ和えました、和えましたね。じゃあサラダに、これでもね、やっぱ味のね、はい、早くしてください。もう、はい、大丈夫ですか。はい、そうです、そうそうそう、あ、きれいきれい。そして、さっ砕いたベビースター、これがエッセンスでございます。はい、さあ、そして最後、海苔を、海苔を切って、ちぎってまぶしていきます。もっとちぎろ、もっとちぎろ、まぶして、はい、まぶして、まぶして、まぶして、フィニッシュ。OK! OK! できた、できました。私が1分で作ったキャベツのバリバリサラダ、試食しましょう。はい、行きましょう。おいしいな。やっぱりこのベビースターの、うん、これが本当にエッセンスになって、うん、アクセントになって、本当に歯応えあって、うん、キャベツもシャキシャキしてるし、うん、これマヨネーズとポン酢っていうのもいいですよね。ああ、なるほどね。いい感じ、さっぱり感と、はいはいはい、マヨネーズの感じ。なるほど。うん。完璧なサラダ。ああ、そうですか。これ美味しいわ。これいいね。うん。これは、野菜嫌いでもいけますわ。うん。言ったら子供とかね、ベビースターも入ってて。そうそうそう。ね。うん、いい意味でこう、サラダっぽくないというか。うん。美味しいわ。あっ！え？まずいまずい。どうした？高いよ、お前、おい、思わずフィンガー出た。2回連続で出てるやん。フィンガーっていうのはね、もう本当に美味しいもの食った時しか出さないから。あ、そうだよ、まあ、これももう僕のフィンガー出た時は間違いなく嘘つきます。うん、嘘です。これぜひ作ってください。これぜひ作ってください。はい、ワイズキッチンでは皆さんからの簡単で美味しい1分レシピをお待ちしております。はい、皆さんどんどんご応募してください。よろしくお願いします。2分でダーンや。芸風が定まってないんですよ、あなた今日一日。